いつもはこんな固く演奏しているんですけれども、今日はちょっと皆さんと仲良くなりたいと思いますので、ちょっとラフな感じで行かせていただきます。よろしくお願いします。これが本当のわさびですからね。そうですね。本当はね。この2人が騒がしいのは見てて分かったと思うんですけど、大体は楽しくやっているバンドです。ちょっと熊本にはあと2回来させていただく予定があるので。せっかくなので今回は自分たちの名前を覚えていただこうと思うのであちらの方から自己紹介をさせていただきます。いや名前ちょっと一言なんか言おう。なんか言って。宮崎大学ボイから来ました4年生教育学部の吉田と言います。よろしくお願いします。教育学部の池田リオンと言います。セカンドをしています。ボイ内一のコミッションなので皆さんからガンガン来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、同じく4年の教育学部の中舘慎吾です。僕は皆さんお気づきの通り本当はねこんな硬い人じゃなくて、高校時代のあだ名はキチガイとか中学校は変人とか、そうやってずっと登ってきて今に至る人なんで、本当はこのバンドにはふさわしくないリードなんですね。そうなんですよね。いつも喋るとイメージを崩すので、喋るなって言われてる。喋るなと動くなって言われてる。わさびで絶対喋るな動くなが僕の力からのアドバイス。ずっとこうしてますわさびの時。っていう感じですね。はい、ありがとうございます。ファーストをしています。4年の鶴田めぐみです。緊張してます。猫かぶってるね。猫かぶってるね。はい、じゃあよろしくお願いします。自分の紹介してない。そう、するよ、するよ。しろよ。教育ときて、僕も教育と言いたいんですけど、僕は、4年の農学部の本堂力って、下の名前で力って覚えてください。よろしくお願いします。僕は出身が熊本なんですね。しかも、もうこの辺で市電あるじゃないですか、路面電車の終点の県軍とかあの辺に実家があるんで、もう熊本にはやっと来れたなっていう感じがあるんで、もう今から仲良くしてください。ありがとうございします。ありがとうお願いしますね。初めて聞いたいの。アメって結構緊張するタイプなんですよ。そうなんですよ。僕 MC すると絶対カミカミなんでね。はい。
ということで、まあ、ちょっと宣伝になるんですけど、僕たちツイッターの方でサビ抜きという、ご存知の方いるかな、どうかなっていう感じなんですけど、サビ抜きというのを、動画を出させていただいているので、ぜひよかったらツイッターフォローして、見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。お願いします。それでは2曲目の方に行かせていただきます。2曲目は、徳永英明さんじゃなかった、すいません、小田和正さんの確かなことをお送りします。聴いてください。雨上がりの空を見ていた、通り過ぎてゆく人の中で、悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないだろう。時を越えて君を愛せるか、本当に君を守れるか、空を見て考えてた。君のために今何ができるか、忘れないで、どんな時もきっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で、同じ風に吹かれて、同じ時を生きてるんだ。自分のことを大切にして、誰かのことそっと思うみたいに、切ない時一人でいないで、遠く遠く離れていかないで、疑うより信じていたい。たとえ心の傷は消えなくても、なくしたもの探しに行こう。いつかいつの日か見つかるはず。先ほど僕たちあと2回熊本に来させていただくと言ったんですけど、1回目が、MC の方でも紹介された、九州アカペラコンサート in 天草2020に僕たちも出演させていただきます。よろしくお願いします。じゃあ主婦の皆さんはお手柔らかにお願いします。あ
とは、先ほどちょっと資料もらったんです。ポスターももらったんですけど。パスタいじるのやめてください。こちらですね、ピゴペラの、3期の皆さんのラストライブの方にゲストとして呼んでいただいたので、花束の方に、呼んでいただいたので、この時にも、熊本に来させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。来た時またかよとか絶対言わないでください。さすがに悲しいんで。まあ、その時にいつものかっちりしたわさびのもうバリバリに雰囲気を意識した MC が聴けると思うのでそれもお楽しみにしておいてください。ちゃんと違う曲も持ってきます。頑張りますという感じです。それでは最後の曲に行かせていただきます。最後にお送りしますのは、徳永英明さんの壊れかけのレディオです。聴いてください。本当の幸せ教えてよ、壊れかけのレディオ。ありがとうございました。お疲れ様でした。